綺麗な機体です。機体重量が去年の60キロから44キロまで軽量化しました。だいぶ軽い。いざおー先輩です。さあいよいよパイロット北川優太くん、いい顔、コックピットに乗り込んでいきます。やばかったですね。わかった、大丈夫、いける。あれよあれよ、 OK、水平よし、ゲートオープン。東大チーム、日本大学生産工学部津田沼航空研究会パイロット北川くんがいよいよスタート。去年抜かされた学生、飛び立った。さあ地面ギリギリ、地面降下、浮き上がった。ビッグフライトなのか、セーフ。静岡理工科大学スカイトラベラーパイロットは大角歩さんです。風のコンディションは良くなってきました。現在プラットフォーム上3メートルありません。3、2、1、さあ行くよ。大学スカイトラベラー、まずは離陸を成功させた。トンジョの会 with フライトワークス、パイロットは土取勝樹さんです。これはちょっと大きいですね。さあ土取勝樹さんだよ、今ビワリコーストライク。ここはテクニックでなんとか飛び出しています。現在プラットフォーム上は羽ばたき親父の会と下総 OSC、 優雅に空を舞っていきます。最年長パイロット今大会63歳の長豊さん。さあ琵琶湖の空に羽ばたきに来ました。どうでしょうか。さあふわっと浮き上がった。さあふわっとしている、羽ばたいている。どうだ、琵琶湖がちょっと上がった。しかし前方からの強い風で強かったか。現在プラットフォーム上は都立三義高専チーム RTR、 パイロットは水巻真由さんです。バレエで鍛えた体で琵琶湖の白鳥になる。水巻さんは2歳からバレエをしていまして、 Y 字バランス、開脚なのベターというのは朝飯前だそうです。この体の柔らかさを利用して薄いコックピットでも乗り込みが可能になり、機体のコックピットをより薄く作成することができました。バレーで鍛えた体で記録更新を目指します。行けるか、今着水。